こんにちは、ヨギャオ中間です。今日はですね、石膏ボードの貼り方ケーススタディ7ということで、サブロック版の石膏ボードの貼り方について説明したいと思います。今までですね、このケーススタディ6までは38版という2400のすごい長いやつを使った貼り方の方を説明してたんですが、まあ、コメントでホームセンターで手に入りやすいサブロック版の貼り方を教えてほしいですというコメントいただいてたので、そちらの方をやりたいなというふうに思っております。1820のものを使うとした時に、ジョイントが必要になります。でそこに下地を入れてあげること必要があるんですが、今もしもですねリフォームであったりとか、まあ、何か直してるよっていう時であれば、まあ、既存の下地うまく使うのがいいと思います。でただし、まあ、全然下地横下地入ってないよっていう場合であったりとか、新規で壁を作りましたっていう場合でしたら、下地を入れるのは2択があります。上に入れるか下に入れるかですね。で、まあ、やりやすいのは単純に上に入れる魔物を持ってきてドンと貼ってそこに下地があるっていう方が一番やりやすいと思います。ただしこれだとちょうど目線のところにジョイントが来てしまうんですね。だとするとそのもしも地震とかでクラックが入った時にちょうど目線のところにあるので、まあ、目立ちやすいと。でそれを避けるためにですね、わざと下900度のところに下地を入れてここでジョイントして上魔物を使いますよというパターンもあります。でこれはそれぞれの大工さんの考え方であったりとか、まあ、各工務店の考え方があるので、まあ、どれが正解ですということは、まあ、なかなか言いづらいところではあると思うんですが、まあ、選択肢は2つですよと。で、今回はですね、多分やりやすいのは上の方が、皆さんやりやすいと思うので、この上のに下地を入れて、石膏ボードを貼るというのを、説明したいと思います。では、下地の方を入れていきます。で、まあ、最低でもですね、厚みは45以上のものを使ってください。まあ、通常であればこの半割りというもの、45の105というものがあるので、それをこういう平方向ですねで入れてあげると、こっち側の面の下地にもなるし反対側の下地にもなるので、まあ、半割りこういうふうに入れてあげるという場合が多いです。でただ今回ですね、ちょっと端材でやるもので、片側だけということでたるきをここに入れるというのをやりたいと思います。はい、下に胴縁を置いて1820のところに印をつけます。でこれが1820ですね。あ、で、ちなみにこの基準の炭っていうのは出しておいてください。そのケーススタディ1説明している基準の炭が出てる状態だと思ってください。で、この下から1820のところが、これがジョイントの芯になるので、これから、22.5 ですね。下がったところが下地の下場になります。これですね、こっち側からこの上に向きますよと。で反対側ですね、こちら側も見えるかな、1820のところ、はい、この1820のところに印をつけて、でこれから 22.5 下がった場所が下地になります。でここに墨を打ちます。はい、まあ、これ1枚だけなんで墨打たなくてもいいかもしれないですけど、まあ、長い場合とか墨打った方が早いので、まあ、こういうふうに墨を打ちます。はい、では下地を入れていきます。で、まあ、ここの長さ測って、貼っていきます。415、418かな。今こっちの表側しか墨つけてないんですけど、こっち側ですね、横側にも墨回してください。あとこれこっち側は斜めで止めたんですけど、こっちってこの横から真正面で、真正面というか裏から打てるので、こっち側からですね。こういうふうに、こっち側から打てる場合はこういうふうに打ってください。
で反対側進めて、で今度これこっち側から打ってもいいんですけど、こういう時こういう風に打った方が、こっち側からですね、打った方が打ちやすいので、そういう風に打ってもいいと思います。で反対側はまあどちらでもいいですけど、こっち側から打ってもいいですし、裏から打ってもいいです。最低3本ですかね。その これがこことここの2本だけだと、これがこういうふうにグネグネするので、まあ、最低3本3点入れていただけると、まあ安定するかなと。なので、まあ、1本2本とかっていう感じで最低2本、まあ打って4本ですね。1、2、3、4で、まあ、少なくとも1本か3本っていう感じです。はい、では石膏ボード貼っていくんですが、まあ、一応さっき下地の下場の芯書いたんですが、今度ボードのジョイントの芯も一応書いておきます。まあ、1枚だけだとあまり意味がないように感じちゃうんですけど、まあ、これが 4,5 枚貼ったりとかするとだんだんこう斜めになっていったりとかするので、まあ基準のジョイントの線を、打って決めといてあげると、まあ後が楽になるかなという感じです。ではこれサブ6番の石膏ボードですねの方、墨をつけていきます。でまあやることは前回と一緒です。455ピッチじゃなくて150ピッチですね。で印をつけていきます。これ今すごく丁寧なやり方で説明をしています。で慣れてくると、まあ、下地印をもうちょっと簡略化して書くという方もいますし、まあ、全部こういうふうに書きますよという方もいますし、まあ、人それぞれです。はい、であとですね、気をつけたいのはここですね。こっち側にジョイント、こっち側がジョイントとします。でジョイントの時に面を取る必要があります。あ、正確に言うとですね、まず塗り壁、漆喰などの塗り壁の場合は面を取らないです。でただし、ペンキやクロスで仕上げる場合はここを面を取ります。面を取るというのはこのボードガンナというものがあって、まあ、これでここの角のこういうふうにですね、ゴミが出てくるんですが、角のエッジを取ってあげる感じです。このように角の面を斜めに、ここを面を取ってあげるという感じです。では貼っていきます。ジョイントがこっちなので、よいしょ、で残り次上の長さ測るんですけど、まあ、天井の高さですね、天井の高さいくつにするのかを考えた上でですね、その、上の長さを決めてください。で、まあその、まあ、何が言いたいかというと、これ例えば天井高2400でしますよって言った時に、床のコンパネからコンベカネから2400、これが2400ですと、2400から15ミリいったところがフローリングの高さになります。でそこから12ミリの石膏ボード、天井の石膏ボードですねを貼って、その上に45ミリの天井 の下地がきますよと。よいしょ、要はこうなるんですね。こういう天井の下地がこういうふうにきますと。で45なのでここになります。でなると石膏ボードはこれより
ちょっと上に行っててほしいので、長さが、635なので、まあ、余裕を持って650で650で切ってここに貼るということをやりたいと思います。でちなみにですね、2400の時っていうのはここにタルキがかかる分の石膏ボード、ここ長さ足りないんですよ。でこういう時は切り落ちの細い幅のものをここにバーって貼って、それを、まあ、パッキンとして貼って作るということをやります。まあ、その方が、まあ、3級って言って長いのを買って切ってゴミを出るよりは、まあ、3パチというものを買って、余った、まあ、短いゴミみたいのを貼ってやるという方が、まあ、ゴミも出ないしいいよねっていうふうな考え方で僕は3パチをよく使います。まあ、ちょっと脱線しましたが、まあ、その天井の下地を考慮した上でこの長さを決めます。で今回は、635が、タルキの上場になるので、それより余裕を持って伸ばして650でカットします。では650でカットします。650と。で、また455がセンターですね。でこっちが来てない魔物なので、まあ、下から150ピッチの芯と、入れます。でここ下がジョイントになるので、ここをまた面を取ります。ちょっと端材のボード使ってるんでちょっと傷んでますけど、本当は綺麗なやつの方がいいです。あとここですね、このジョイント、ジョイントは上下このような感じで、ここですね、あとこっちもですね。はい、ジョイントの方がこういう感じになる感じですね。ここ面を取ってあって、まあここ縦下地があって、ここ横下地のところに150ピッチで上下にビスが打ってありますよという感じです。はい、ということで、サブロック版の、石膏ボードの貼り方の方を説明しました。まあ今仮でビス全部打ってないですけども、あとは全部ビス打って完成です。でポイントとしてはこの横ですね、ジョイントのところに横地の下地が必要ですっていうところ、あとはここのジョイントのところ、横下地のところも面を取る必要があります。で、まあ、正確に言うと塗り壁は面を取らないです。ペンキとクロスの場合は面を取る必要があります。で、まあ、一応基本的にはですね、その最終仕上げをするものですね、ものがどういう仕様になっているのかを確認してやっていただければなと思います。であとこの上の高さですね、高さっていうのは天井の高さはいくつになるのかによって、この最後の長さっていうのが変わってくるので、まあ、そこも計算した上で、伸ばしてですね貼っていただければというふうに思います。はい、ということで、石膏ボードの貼り方ケーススタディ7でした。ではありがとうございました。